エープは日本の女性アイドルグループ。エープとは主にアラフォーアラフィフ世代の女性たちが主役となり、輝く未来を応援、夢を実現、創造してゆく、応援エンタメプロジェクト。エープが世の代表となり歌やパフォーマンスを披露。日本中を元気にキラキラ輝かせたいというコンセプト。現在、情熱ドリーム、虹色ドリーム、ときめきドリームの3グループ。 フューチャードリームの研修生グループ、計4つのドリームチームが在籍。2010年、友人からメジャーデビュー直前のアラフォーアイドルユニットの存在を教えられたナオがオーディションに合格し、そのユニットの2期生となる。彼女はすぐにセンターに抜擢され、一般のアイドルイベントに出演し続け、ファンを増やす。マスコミにも取り上げられ始めた2016年1月。 創設者の女性の突然の宣言により、5月にグループは解散し、フランチャイズ的に全国展開していたユニットには延べ170人が参加し、常時30数人が在籍していた。解散の1ヶ月後、彼女が中心になって結成したのが、情熱ドリームであり、同時に設立されたのがアラフォーアイドルを束ねる、エープアラフォーアイドルプロジェクトである。なお、 全身となったアラフォーアイドルユニットはサムライローズである。情熱ドリームのサウンドプロデューサーを無償で引き受け、楽曲を提供しているのは佐藤正史。2019年6月1日にピエモミュージックより8曲入りファーストアルバム、どこまでも高く飛べるさそこに夢があるからが全国発売された。エープアラフォーアイドルプロジェクト情熱ドリーム Now& 青い虹色ドリームウィズトキメキドリーム。ありがとうございます。